こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。次もやる？次も。はい。はい。自己紹介をお願いいたします。はい。こんにちは。こんにちは。じゃあ。はじめまして。私の名前はシャファアドゥアカラです。シャファと呼んでください。私は19歳です。インドネシアから来ました。私の趣味は歌をすることです。料理することができます。私の家族は5人います。母は食べ物を売ります。妹は高校生です。弟は2人があります。1人は中学生です。1人はまだ子供です。そして私です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はじめまして。私の名前はロシダと申します。ロシと呼んでください。歳は24歳です。インドネシアから来ました。趣味は本を読むことです。家族は5人います。父は農民です。母は主婦です。妹は2人がいます。1人は高校生です。1人はまだ子供です。そして私はまだ学生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はじめまして。私の名前はピア・オクティ・ピアニです。ピアと呼んでください。歳は22歳です。インドネシアから来ました。趣味は本を読むことです。家族は3人います。母は主婦です。弟は会社員です。そして私はまだ学生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では質問に入らせていただきます。はい。なぜ日本に来ようと思ったのですか？はい。日本で働きたい理由は家族の経済を手伝いたくて、日本語を勉強して貯金したくて、そして妹と弟の学費を払いたいです。私、はい、ありがとうございます。はい、どういたしまして。私は日本の文化を知りたくて、経済的に両親を手伝いたいです。はい、以上です。はい、ありがとうございます。私は自分の仕事を gimana? Ingin mempelajari budaya Jepang, bekerja dan ingin dapat penghasilan sendiri untuk membantu orang tua. Kanojo wa Nihon no bunka ya Nihon jin no hataraki kata wo manabitaku te, sore kara Nihon de chokin shitai desu mitaina kanji desu ne. Hai. Hai. Arigatou gozaimasu. Hai.では次の質問に移らせていただきます。はい。あなたの長所と短所を教えてください。長所と短所、ね。はい。はい。私の長所は、私は強い体を持って、一人でもどこへも
行ける。そして私の短所は、真面目に仕事をしたら時間が忘れています。そして今から腕時計をします。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、どういたしまして。私の長所は忘れっぽい人ですが、どこでもメモをしています。短所は、短所はやりにくい仕事でも諦めないで、いつも真面目にやります。ギャグですけど、まあ、そんな感じですね。はい。はい。はい、すいません。はい。ありがとうございます。大丈夫、大丈夫。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 日本人じゃない、全然大丈夫。わかんない。私の著書は、仕事をやっているうちにいつも真面目です。私の短所は初めて新しい人と会うのは恥ずかしいですが、話しかけてから仲良くしやすいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。次の質問に行きます。はい、お願いします。こまいね、これがこまいよ。あ、はい、すみません。はい、はい、はい。次の質問です。はい、お願いします。仕事をしてお金が貯まったら何に使いますか？あ、もう一回か。聞こえた。はい。お金貯まったらですね。はい、お金貯まったら何に使いますか？はい、カロワンのダイトルコンポンのリバクエンドパパ、スマートジェリティパン。はい。はい、インドネシアに戻ったら、私は投資を買いたい、そして自分の農業を作りたいです。ありがとうございます。はい、どういたしまして。私はインドネシアに帰ってから水栽培の植物を覚えたいです。はい、以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。自分の植物の薬の店を建てたいです。はい、大丈夫です。ありがとうございます。皆さん、ちょっとお尋ねなんですが、はい、皆さんのそれぞれの日本で、インドネシアに戻ってやりたいこと、例えば農地を買うとかって話なんですけど、お店をやりたいとかね、お金いくらぐらい必要ですか？わかりますか？どれぐらいかっていうの、はい、教えてください。そしていくらぐらい、お金いくらぐらい、ルピアで大丈夫です。ルピアでいいですよ。円じゃなくていいですよ。あ、通訳の通訳していただいても結構です。はい、緊張してますので、今待ってます。インドネシア語でいいですよ。通訳してもらうから。大丈夫。多分15万。
違う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 。あ、いいですよ。皆さん、インドネシア語でいいです。はい、ありがとうございます。はい、私は、350万。はい。4番の方は、350万円、3年間で貯金したいですね。はい。はい。はい。ありがとうございます。いっぱい稼がなきゃダメね。ナブバニャじゃ。はい。はい。いよ、300万円です。だら。3万円、3年間で。300万ね。はい。ありがとう。はい。はい。ありがとうございます。300万円です。はい。ってことは。はい。6番の方も同じ300万円で3年間ですね。はい、あ、そうですか。皆さん300万円とか350万円っていっぱい稼がないといけませんね。大変よ。はい、ですね。頑張ってください。はい、頑張ります。はい、はい、6年、何年間ぐらい日本にいたいですか？私は長い時間もいいです。 10年間ぐらい日本語で日本で住んでいます。住みたいです。10年間です。はい、はい、ありがとうございます。はい、家でいたしまして。5年間ぐらい住みたいです。うん、5年間ぐらいです。はい、はい、ありがとうございます。出てしまって。4年間住みたいです。4年間。ああ、無理ですね。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。では次の質問に行きます。はい、お願いします。残業はどれぐらいできますか？残業はどれぐらいできますか？もし残業は1日ですかね。それ1日の残業ですかね。はい、1日どれぐらいまで残業あるとしたら。わかりました。Kira-kira satu hari kamu waktu berapa jam? Dari jam kerja kan 8 jam kan? Waktu tentunya jadi tambah satu jam. Yung jika. Yung pano kata, yung jika sanggyo shite mo daijoubu da so desu. Yung jika, sugoi ne. Ayo godaimasu. Koban, nolima, berapa kuat tunggu? Jika.5番の方は3時間ぐらいできますとおっしゃいました。はい、ありがとうございます。4番の方も3時間ですね。はい、すいません、じゃあ私から質問をさせていただきます。はい、お願いします。はい、お願いします。日本に、はい、よろしくお願いします。日本に来て、イスラム教のお祈りについてですが、仕事時間中はお祈りができません。ただし、皆さんの自由時間、休憩時間だったり、アパートに帰ってからの時間は自由にやっていただいて構いませんが、よろしいですか？大丈夫でしょうか？Kerja itu kalian tidak boleh melaksanakan sholat. Tapi kalau istirahat, makan siang atau di luar jam kerja, makan siang atau udah sore, itu kalian boleh pulang ke asrama untuk sholat, ya, kayak siang, duhur, itu nggak apa-apa. Hai.
はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では次の質問に行きます。はい、お願いします。車の運転免許を持っていますか？あれ、ヤシンモビル？まだ。3人ともまだ持っていません。じゃあ、車の免許をこれから取得してから来ることはできますか？Nanti kalau misalnya lulus ya, terus kalian masa tunggunya digunakan untuk ambil SIM, bisa. Hai, bisa. はい、できます。いや、車に乗ってみたい人います？車に、自分で車に乗りたいなって。インドネシア、インドネシア、saya pengen naik mobil nanti di Indonesia。 はい、私、kira-kira yang pengen naik mobil? はい、私、やってる、乗りたい。いや、皆さん、車に乗りたい？はい、はい、ありがとうございます。だったらインドネシアで取ってきて、もしも受かったら取ってきてください。ya, jadi kalau misalnya lulus nanti ambil SIM ya di Indonesia。はいはい。あのですね。はい。インドネシアで車の免許を取って3ヶ月以上インドネシアにで生活すればですね、日本に来たら日本の免許に切り替えられます。で運転ができます。だから早めに早く取っていただきたいですね。はい、大丈夫ですか？はい、はい、大丈夫です。Jadi nanti kalian setelah ambil SIM paling enggak selama 3 bulan di Indonesia, ambil SIM waktu 3 bulan, nanti SIM kalian bisa dirubah di sana. Jadi di sana tidak perlu sekolah mobil. Seperti itu ya. Jadi sambil SIM di Indonesia dulu ya. Hai. ありがとうございます。ありがとうございます。では次の質問です。はい、お願いします。手帳の中でイチゴの重さごとにパックに詰めていく作業があって、まあパズルのように組み立てていく作業があるパズルは得意ですか？パズル、さっきのパズルですか？jadi nanti di sana ada pekerjaan memilah ini ya, strawberry kan, jadi warnanya apa itu harus dipilah-pilah, terus kemudian untuk ukuran-ukuran strawberry itu juga pasti ada berubah-ubah kan, nanti akan ada pekerjaan memilah seperti itu. Nah, diperlukan di sini syaratnya orang yang paham atau mahir dalam puzzle. Siapa kira-kira yang di sini yang paham atau mahir terkait puzzle macam begini tuh. Nah, angkat tangan. はい、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたしまして。じゃあ次の質問でございます。はい、お願いします。はい、日本は冬が寒いのですけど、寒い中で作業をしなければなりませんが、寒い中作業できますか？はい、大丈夫です。私はできます。ありがとうございます。はい、いえ、どういたしまして。では次の質問に行きます。はい、大丈夫です。みんな言ってた。ああ、待ってて、みんな知ってた。最初に言ったら大丈夫ですって言ったので。はい、お願いします。もし日本に来てもらったら3年間集団で生活してもらうことになります。また、来ている間原則あれ国に戻ることはできないと思いますが大丈夫ですか？nanti kan kalian di Jepang selama 3 tahun tinggal bersama dan selama 3 tahun tidak bisa pulang ke Indonesia, 大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいまし
最後の質問に入って、はい、お願いします。はい、最後にもう一度、こちらの日本に来て仕事をしたいというのに関して自己アピールをお願いします。すみません、はい、はい、あ、はい、もう一度いいですか。もう一度、はい、まあ、最後に自己アピールをもう一度お願いします。あ、自己アピールですね、はい、わかりました。はい、どうして日本にアピールやつは、トランパーさんのインニングポジティブアピール、自己アピールインニングパラクマーカンディファンドビインニングラスキーバータンパートトランパーさんのインニングパンプロフィール、インドネシア語で大丈夫です。マシュンシュンです。はい、サラインナーがもいたかんだり、インドネシア語でいいですか。大丈夫です、はい、はい、はい、大丈夫です。Karena saya ingin memiliki pengetahuan lebih banyak lagi di bidang pertanian, karena saya ingin membuat pertanian untuk ibu saya, ingin membangun bisnis juga, dan saya ingin menjadi wanita yang mandiri, menghidupi keluarga saya, karena ibu saya sudah tidak bersama ayah saya lagi. Hai. Sabtu sebelum dikirim. Hai. 彼女は日本で農業の知識を高めたくて、それから貯金をしてお母さんに農業畑を買ってあげたいんです。それからビジネスもやりたくて、それから一人前の大人になりたいみたいな感じで、親がもう離婚しましたので、だからお母さんのために頑張りたいんです、日本で。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お願いいたしまして、あわさん、ke Jepang mengalami selain yang tadi bahasa Indonesia juga. Karena saya suka dengan tanaman. Karena ingin membahagiakan orang tua. Karena ibu dan bapak saya maksudnya cuma ngandelin kayak dari sawah doang kayak. はい、5番 の、 の方が日本で働いて貯金したい、それから自分の畑を買って、親両親が今農業してますけど、ただしその農業の売り上げに、2人の妹の学費も使いますので、だからそこを手伝いたいんです、日本で行く目的は。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。入れるとしまして、なるほどな。karena ingin lebih mempelajari lagi tentang pertanian, terus ingin membantu ibu karena ayah sudah tinggal sama ibu lagi. Oh, tidak bisa. Ya. はい、大丈夫。6番の方が、農業の知識を高めたくて、それからお母さんにも経済を手伝いたいんです。もう同じく両親がもう今離婚しましたみたいな感じです。はい、はい、以上になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。それではですね、皆さんから質問を受けたいんですが、質問がありましたらどうぞお願いいたします。はい、経営者にインドネシア先輩のありますか。インドネシア先輩の方がいますか。インドネシアの先輩ということなんですけど、はい、皆さんが実習を始めるところにはですね、外国の方々はまだいません。はい、ただ近所には、近くにはインドネシアの方だったりベトナムの方だったりはいらっしゃいます。だからお店で会うこともあると思います。そういう状況です。はい、わかりました。はい、angkatan pertama di sana ya, jadi di perusahaan beliau tidak ada orang Indonesia maupun orang asing. Tapi kalau di sekelilingnya, di lingkungannya ada orang Indonesia maupun orang Vietnam. Mungkin kalian ketemu ya, nggak sengaja ketemu di supermarket atau di belanja seperti itu. Hai, wakarimashita. Arigatou gozaimasu.
はい、ありがとうございます。他に質問ありますか？はい、あります。この会社で何の植物を植えますか？私の畑ではイチゴを主に植えています。はい、はい、イチゴだけですか？で、彼女がイチゴと米と麦と大豆になります。あ、わかりました。いや、ada strawberry、padi、terus apa、bawang bombay、ya, kira-kira seperti itu。はい、わかりました。はい、わかりました。はい。ありがとうございます。では、他に質問はありますか？はい、あります。アパートで、アパートメント、アパートメント、アパートから会社までは遠いんですか？まだアパートは決まっていませんが、おおむね自転車で10分以内には着く距離になると思います。はい、jadi kan tempatnya belum ditentukan. Kemungkinan kira-kira akan dicarikan sekitar 10 menit dari tempat kerja. Nah, ada pertanyaan enggak selain itu? Enggak ada. Soalnya tadi udah ditanyakan sama. Ada lagi enggak? Enggak ada. Hai, mo, akan ada質問enggak? Ada mas? Cuma satu-satu aja pertanyaannya. Hai. No. Gak ada lagi. Ada mas. Hanya di daerah mana tak apa kan bisa. Lumayan kan. Tokonya ada mas. Tuka atau apa? Nangka ada ya kok. Ada. Nai. Kono nogyo wa. Kono kaisha. Kono kaisha wa. Doko desu ka?何県にありますかみたいな質問をしています。はい、福岡県柳川市。まあ、私の会社は福岡県にあります。ああ、日本の南の方に九州っていうのがあります。大きい島が、そこの中にある福岡県っていうところが場所になります。はいはい、ネットで調べてみてください。はい、わかりました。di Jepang di bawah itu ada pulau namanya Pulau Kyushu ya. Nah, di Pulau Kyushu itu ada prefektur namanya Fukuoka. Ya, di Fukuoka di Yanagawa des. Kan? Di Yanagawashi. Jadi kalian klik nanti Yanagawashi itu di Google, cari aja di Google ya. Hai. Hai, wakarimashita. Arigatou gozaimasu. Sugoku ii tokoro des. Hai. Tempat yang bagus ya. Hai. Ya, sangat tempatnya sangat bagus. はい、もう質問がもうないので、あ、こちらから多分以上になると思います。あ、もうこちらからはもう質問はないんですが、皆さんよろしいですか？あ、大丈夫よろしいです。はい、なあ、私が冗談で一言聞いていいですか？はい、お願いします。あくまでも冗談ですよ。日本人と結婚したい人。日本人と、この社長さん、まだ独身です。まだ若いです。satunya masih lajang, masih bujangan, masih muda. 26歳です。26。はい。よかったらお願いします。冗談ですよ、冗談。はい。はい。satunya masih 26, masih muda。とりあえず、いっぺん退席してもらいましょうか。あ、はい、そうですね。すいません、お願いします。はい、しばらく。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。